万円小判万円小判とは、万円元年4月9日から鋳造が始まり、翌4月10日より、通用開始された一両としての額面を持つ小判で、ある。新小判あるいは雛小判とも呼ばれる。また万円小判及び、万円一分半を総称して、万円金と呼ぶ。表面には高根による御座目が刻まれ、上下に切り紋を囲む、大疑惑、中央上部に、 一株に、密字の獄印、裏面は中央に、顔を、株の左端に小判子の原極印、吹書の原極印が打たれ、年代印は、形状小判と同様に打たれていないが、両目が非常に小さく小型のものであるため、他の小判との区別は容易なものとなっている。特製の健状小判も作成され、この小判子の原極印、吹書の原極印は、意図的に、大、吉が打たれている。 安政6年6月2日の開港に備えて、水野忠則は、日本国内の小板流出予防のために主銀を発行したが、外国人大使らの激しい抗議により、短期間での安政小板及び日主銀の中造停止に終わった。安政の吹き替えであったが、小板の国外流出は、わずかな期間に多額に上ったため、ハリスは、以下のニアンを提案してきた。 一の案はまさに安政の平成そのものであったが、幕府に、もはや、今さら何をと抗議する力はなかった。また、水野忠則は、小判の両目低下は、激しいインフレーションを招き、幕府が吹き替えによりこれまでに得た利益を帳消しにする、ことが予想されたため小判吹き替えには、消極的であった。一方で、 オールコックは健全な貿易取引促進のため日本の金銀比価の是正させるようハリスに進言した。幕府側は金銀比価の是正手段として金字金の保有行の事情から二の案を取らざるを得なかった。そこで天保小判に対し、日にはそのままで両名を3割以下と大幅に低下させる吹き替えを行った。願有金量は、慶長小判の 約8.1分の1となった。これにより、新小判に対する安静1分銀1両の金銀比価は、ほぼ国際水準である1、15.8となった。新小判の発行に先立ち、安静7年1月に、既存の小判は、含有金量に応じて、増付通用とされることとなり、以下のような増付通用となった。このため江戸では3倍もの額面の新小判に、 交換される、休暇兵を所持する者が群衆となって、両外省へ殺到し大混乱に陥る騒ぎとなった。これは、激しいインフレーションを意味し、物価は乱高下しながらも、激しい上昇に見舞われた。また新古版でさえ、中造量は、少数にとどまり、実際に、通貨の主導権を制したのは、さらに一両あたりの含有金量が低く、中造量が、 圧倒的に多い万円二分版であった。一両あたりの含油金量としては、軽腸小判の約11.4分の1に低下したことになる。このため幕末期の商品価格表示は流通の少ない小判の代わりに、あり合わせの二分版及び日手版などを直立手とする、あり合い立てが行われるに至った。この万円二分半にも、財政難に悩む各班による、銀代に、 私金した岩蔵二分半の製造が横行し、幕府にはすでに取り締まる力はなかった。さらに、蔓延元年4月には古金銀の引き換え割増が以下のように定められた。このような通貨としての、量の著しい価値低下は、幕府の崩壊を示唆するものであった。人々は、この著しく小型化した小判に対し、同情の念を込めてひな小判と称したという。 小判の鋳造は、慶応3年8月6日まで、1分半は、源氏元年12月25日に終了し、この万円小判は、日本最後の小判となった。なお、万円小判の後、幕府は小判に代わる、西洋式の円形コインである、三つ葉葵のデザインの一両銀貨の発行を、計画していたが、実現しなかった。 明治7年9月5日の古金銀通用停止を持って廃下となった。万、ま、円1分半は万円、ま、小判と同品くらい1、4の両目で持って作られた長方形短冊形の1分版であり、表面は上部に大枠の切り門、中央に横書きで文一下部に切り門が配置され、裏面は密字の極印が打たれている。年代印は打たれていないが、 他の一分半と比較して著しく小型であり、新一分半とも呼ばれる。一分という額面はすでに安静一分銀が流通を制していたため、一分半の発行は小判よりもさらに小額にとどまり、形式的なものに過ぎなかった。もっとも一分半はあまりにも小型で取り扱いが不便であったため、中造額が少量になったとの見方もある。 小判の規定量目は8分8輪であり、1分半は2分2輪で、ある。多数量の実測値の平均は、小判0.88問目、1分半0.22問目で、ある。大乗官による、旧金銀貨幣価格表では、重量あたり量目1.06894トロイオンスとされ、小判1枚あたりの量目は3.32グラムとなる。規定品は77問目5分くらい。 銀43.23%である。明治時代、造幣局により、江戸時代の貨幣の分析が行われた。蔓、ま、延金の分析値の結果は、以下の通りである。雑文は銅、鉛などである。旧貨幣表によれば、小判は625,050両である。1分半は41,650両である。吹き替えが行われるたびに新しく鋳造された。 金銀は、新金、新銀と呼ばれるのが常であり、当時の文書には、新小判と記録され、これが、江戸時代最後の小判であるからその名称が残存した。ありがとうございます。